はい、皆さんこんにちは、ワンダリングリフィッシュです。では今回は提督の下山する日本軍プレイの続きをやっていきたいと思います。前回ですね、アメリカの本土西海岸に取り付いて、これの攻撃を始めたんですが、不手際もありですね、空母3隻、軽空母ですが失うという損害を被っています。今回はですね、その続きになります。サンフランシスコ、ロサンゼルス、そしてシアトル、この西海岸の3つの拠点の攻略を進めていきたいと思います。まず艦隊からですね、もう絶対にミスがないように最初に空母の直縁を上げておきたいと思います。で、空母の艦列ですね、これをもう確認して、ちゃんとね、空母を守れるような形にしてあります。霧のため行動ができません。こういう時は一度退避、これも重要ですね。前回雨の中直縁が上げられない状態でロサンゼルスに近づいた結果、ひどい目にあったので、今回はきっちりですね、退避、勇気を持った退避というのもやっていきましょう。これ第5航空艦隊、山口さんも同じですが、ここはすでに行動力を使い切っている。信じるしかない。では残りの水上部隊ですね、これを移動させて、まずはサンフランシスコ、ロサンゼルス、この辺りをきっちり取れるようにしましょうか。第14航空艦隊の方は直縁を上げてあります、すでに。なのでこのまま行きます。で、第10艦隊だな、これどっちに動かすか。春菜入ってるので火力は出るんですよね、これをどっちに動かすかというのと、あとは武蔵がそろそろダチアーバーに取り付くと思うので、取り付いてますね、この辺りの動き確認をさせていただきましょう。それに第6、第11艦隊、これもですね、別ルートで、西海岸へと向かってってもらってますので、このままですね、航行を続けて西海岸に取り付いてもらいましょう。もしかしたらシアトルに向けるかもしれないですね、武蔵の動向次第というふうに考えています。では時間を進めていきます。では取り付きましたので、このまま攻撃を開始していきましょう。第10、第1、第9、第15、いわゆる水上部隊ですね、これはもう一様に索敵を念のためしてですね、敵の艦隊がもう本当に壊滅した状態ですね、全然現れない。ゼロにはなっていないはずなので、撃ち漏らしたものがいくつかあるので、ただ大規模な反攻作戦を仕掛けてくる気配はなさそうなので、ここは敵の基地攻撃を進めていきましょう。空母の周りだけ索敵もね、忘れずにやっておきたいと思います。いないという確認をしたら空撃、どっちに空撃仕掛けるかというと、やっぱりサンフランシスコですね。前期出撃、前期というのは直縁を除いて前期という意味ですね。第5航空艦隊、これがもう動けないからね。第5航空艦隊は前回の最後に隊列を組み替えているので、それで、動けないというか、行動力を全部使い切ってしまっているという状態になってます。ではロサンゼルスに武蔵も突入、武蔵、ごめんなさい、ヤマトですね、ヤマトと武蔵の火力はもう申し分ない、期待を裏切らない火力を出してくれるんで、これでロサンゼルスの街、さらにサンフランシスコの街、そしてダッチハーバーと薙ぎ払っていきます。で、第4航空艦隊は離れてしまったので、航続距離的に届かないよね、一応確認しておきましょう。そうだね、霧のため行動できない。ではこれで時間を進めていきます。おっと、
武蔵を忘れるところでしたね。武蔵も立ち暴れ。なぎ払いの一撃を加えていきましょう。ではこれで戦闘結果見ていきましょう。はい、ダッチハーバーの方ですが、敵の、陸戦隊完全に叩き切りましたね。これでダッチハーバーの占領を行っていきましょう。この後武蔵はダッチハーバーで補給を受けた後、シアトルに向かってもらいます。まあ、シアトルも武蔵第2艦隊だけで十分に叩けるかなというふうに思っています。ロサンゼルスの方は前回最後にですね、飛行場を破壊してあるんですが、月が変わって飛行場復活してますね。ただこれも破壊を進めていけるかなと思います。で、第14航空艦隊言えてないね、第14航空艦隊の空撃隊です。サンフランシスコは戦闘機が101、相当の数の直縁を持ってますね、サンフランシスコは。まあ、ただ逆に直縁ばっかりであって艦隊に攻撃を加えてくる攻撃機あるいは爆撃機はほとんどいない状態ですかね。サンフランシスコがただ思ったより硬いね。これはロサンゼルスを攻略したらヤマトを北上させてサンフランシスコを叩くということをやっておいた方が良さそうかなと思います。まあ、ただここはヤマト、ナガト、ムツ第一艦隊の火力をね、十分に発揮できる局面になってきているので、まああまり悲観的にならずに済むかなと思います。では小半中破している艦隊出てきていますが、このままですね進めていきます。では第4航空艦隊からもう忘れずに直縁を上げる航空艦隊というね名前にしている以上、確実に直縁を上げましょう。直縁は航続距離の近い52型を、随学からも同じですね、52型を直縁に上げて21型を護衛機としてつけていきます。ここはサンフランシスコに攻撃をかけて無駄に戦力を失うのは嫌なんで、サンフランシスコはね敵の直縁が多かったですから、まあそういう意味で航空機を向かわせて航空機を消耗するぐらいであれば、ここはですねロサンゼルスの攻略に空母を使いヤマトを北上させましょう。サンフランシスコはおそらくなんですが、次ヤマト武蔵はじめ、ヤマトはじめ、ハルナとかね戦艦部隊を差し向ければそこで決着できるかなというふうに思います。第15艦隊だけ残して、井上さんのね残して、そこで占領を進めてもらいましょうか。では艦隊動かしていきます。ではサンフランシスコ、ロサンゼルスに砲撃を加えていきます。まずは第10艦隊からですね。サンフランシスコの基地攻撃に関して、輸送船が全滅か、これは手動でマニュアル操作しておけば防げた損害ですね。ハルナ、霧島の戦艦部隊、これが6と11それぞれダメージを与えてますね。先にちょっとマニュアル操作に切り替えて敵の飛行場を潰しておきましょう。それからじわじわと削り取っていきます。なので
ヤマトの火力を使って飛行場の破壊を行っていきます。まあ、飛行場ね、サンフランシスコに100機以上の直縁機入っていましたけども、これも飛行場を破壊してしまえばそこまでですからね、破壊していきます。ヤマトの攻撃で飛行場を2つ破壊、さらに損害も合計84与えています。まあ、この調子でね、攻略を進めていければなというところですね。もうこれで敵の飛行場を叩いたので、まあ安心感を持って攻撃ができますね。味方の損害は著しく減っていくかなと思います。第3艦隊だけ少しダメージが出てますので、一度クレーに戻してですね、この後、ロールアウトしてくる新しい戦艦、新しい空母、これの護衛艦として使っていこうかなと思いますので、第3艦隊を戻します。クレに。それ以外で西海岸の攻略を続けていきます。はい。サンフランシスコ攻略中にですね、第1艦隊に敵の艦隊が接近しています。巡洋艦1、駆逐艦2。ちょっとこれは想定していなかったんですが、敵の第10艦隊ですね。小規模な哨戒艦隊と思われます。ただこれを完全に壊滅。巡洋艦イスズが中破していますが、ヤマトは無傷。このままサンフランシスコの攻略、ロサンゼルスの攻略、進めていきましょう。まあ両基地ともですね、飛行場を破壊してますので、もうこの後はですね、占領を進めていくと。いう状況です。はい、まずはロサンゼルスを占領です。物資がね、十分にあるロサンゼルスなので、ここで補給を行いましょう。少しハワイやミッドウェイといったね、後方基地にあたる部分で資源が減ってきているので、これはね、確実に補給を行えるロサンゼルス、ありがたいですね。ではこのまま残りサンフランシスコの攻略と、あとですね、ダッチハーバーから武蔵を出撃させて、サンフランシスコもですね、この第2艦隊だけで攻略を行っていきたいと思います。陸戦隊は第17陸戦隊を投入していきます。ではこのまま進めていきましょう。ではサンフランシスコの方の攻撃に移っていきましょう。陸戦隊3つを下ろしました。参考手段をサンフランシスコに下ろしています。なので敵は1師団しかいませんので、これを艦砲射撃と3つの陸戦隊で袋叩きにしていきます。で、ロサンゼルスの方はですね、艦隊収容して、ドック入り、補給を行っていますので、これが終わり次第ですね、先遣隊としてパナマ運河、ここを越えて東海岸の方に向かわせようかなというふうに思っています。なので、このままサンフランシスコを攻略する部隊と、この後補給を済ませたらパナマ運河に先行する部隊、先遣部隊ですね。それに分けてですね、運用を進めていきたいと思います。さあ、これで敵の数がぐっと減ってきた上に、まあ、やっぱりね、上陸できたっていうのが大きいですよね。サンフランシスコもこのターンでうまくすれば陥落できそうだ。そういう勢いを持って進めてます。もうこの数だとね、我々の優位は変わらないかなと思います。アメリカ軍の第一師団、サンフランシスコに展開していた部隊の攻略完了。サンフランシスコも占領です。これで今ロサンゼルスとサンフランシスコに4師団陸戦隊置きましたので、これをうまく使いながらですね、アメリカの攻略を進めていきつつ、陸戦隊の増援も行っていきたいと思います。というわけでね、今回はじゃあここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思いますので、皆さんの応援引き続きよろしくお願いします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。